よいよいよ、ミスターシーだよ、よいよ。今日はこの前広島に行ったお土産のお菓子を食べるし、よいよいよいよ。お菓子食べるだけだしよ、特に食レポなんかはしないしよ、よいよいよ。じゃあお菓子食べるしよ、まず買ったもの紹介だしね。どこ行ったしね、当たった。まずこれ、これだしよ、みんな知ってるカールだし、東京地方には売ってないしよ、ね、カールカール。ここにはワンちゃんが見てるしいいけど、みんなで食べるしよ、ね、カール。懐かしの味だしね、3億年の味だし、開けるしよ。朝ね、しね、来た。あれ懐かしいしね、西の方にはまだまだおなじみだしいけど、東日本にはもうないんだよ、よよよ。じゃあ早速食べるしよ、ね、美味しいしね、ミスターし、ティーティー、カルカル。じゃあちょっと失礼するしよ、いや食べれるかな。おいしい。両方しーしちゃったしね。もう一回食べてもう一回やるし。これ何味だっけか。薄味、薄味だけど意外としっかり味がしてるよ、よよ。だしの旨味が効いてるよ。さすが老舗の味だよ。ね、もう一回食べるし。と失礼するしね。とっても美味しいね。カールはやっぱり美味しいしね。アムちゃんがめっちゃ見てるしね。アムちゃんも登場させてあげるし、アムちゃん来るしよ。来てし、アムちゃんだし、ほらアムちゃん、よいよいよ。危ないし、危ないし、大丈夫し、カープワンコだしよ。カープワンコ、ワンワンワン。ね、カープワンコ見えるしかね。ね。お腹に乗ってるしね、ちょっと。これやりづらいしね。じゃあもう次の紹介し、もう一つね、カープのお土産あるしよ。これだし。見えるしか。ふるふるシャカシャカだし。これは広島に来ておきますよ。パスタ。東京では買えないから早速これを食べるしよ。まず開けるし、これは開けるとこをやっとけばよかったしね。開いたし、よかったしね。まずパッケージがかわいいしね、このカープ坊やのね。これ入れ物がいろいろ使えるしよ、ね、バルーンを入れとくといいかもしれないしね、よいよいよ。ということでまずこれ、あ、別口だしね、この粉が。あとでこれでシャカシャカフルフルするしよ。これ取ってフルフルシャカシャカのやり方がこれ書いてあるしいいけど、ミスター C は目が見えないよ、よよよ。ね、見えるしか、よよよ。アムちゃん見えるしか、見えてる。ね、開けるしよ。で、中はこれスティックの、スティックじゃないしね、これ。スティックじゃないんだしね、こういう。じゃあ、こういうやつなんだしね。ここに粉を入れるしよ。粉を。魔法の粉だしね。これを、だしね。入れてみるしよ。ちゃんと入れられてるかな。全然見えないから、これ。不安だし。アムちゃん入ってるしいいか、多分入ってるしね。で、きっとこれを閉めてね、蓋がちゃんと閉まった
しまったしね。よし、でこれで食べるし、ちなみにこれ何味だしかね、ふるさか、のり塩だしで、のり塩最高だし、のり塩最高、よいよじゃこれ食べるしよ、ね、いただきます。ちょっと失礼するしよ、一個ずつにするし、これもとっても美味しい。のり塩効いてるしね、磯の旨味だし、アムちゃんも釘付けだしね。でもおやつはあんまりワンちゃんにあげちゃダメだしよ、ね、でもう一個食べるし、美味しいから、はい、ですしよ。とてもおいしい、最高だしね。これはビールやハイボールにもとっても良さそうだしよ。感染の時食べようとしたけど、実は感染の日が雨天中止になったからここにあるんだよ、よよよ。やっぱり感染にはおいしいおやつがつきものだしね。皆さんもぜひスタジアムで観戦の際には美味しい、あ、こぼしちゃったし、こぼして食べてるしよ、ダメだしよ、ダメだしよ、そんな落ちたもん食べたね。じゃそんなわけでこれ美味しいから、皆さんもね、ふるふるシャカシャカ、ふるシャカとカールおともにみんなで松田で応援してほー。ほしー。そんなわけでまたそのうち食レポじゃないけど食べるやつやるしよ。じゃあね、ミスタシーだしー、ミスタシー。